一日潰すつもりです。どんだけさばき続けたの？なんか刺身にしたいらしいけど、ちょっと自分の技術だったら身がなくなるっていう話をしてた。しかも釣れるのって言ったら小魚やもんね。なかなか素人なんで、ちょっと揚げて塩つけながら食べて、ビール飲んで。本当に好きなの？もう何でもする。本当。びっくりした。私生徒の時にめっちゃサッカーの話されたんや。私サッカーもいらんけど、サッカーわかりませんって思ったじゃん、生徒ながらに。そしたら、感情者入ったら、むっちゃ野球好きじゃんってなって。むっちゃ野球も好きやし、すごいね。それで釣りも行くな、スポーツは何でもするんですよ。趣味なんだよ。意外。本当意外。意外だよ、何でもするんだな。あんどいっていう感じみたいな。わかるわかる。そうそうそう。ノルト物件。来た。私たちが知らないようなことをするけど面白い。知ることができる。それもいいじゃん。ありがとうございます。めっちゃ面白い。ノルト物件で行くらしい。
前の駅で北口降りたらまっすぐ行って北の道みたいな感じが多分2つあるんだけど、片方は降りたことないけわからんじゃん。ちょっとそっちにあるかも、意外とあの辺行くのが増える気がする。そう、原宿東高校に行くまでの道はめっちゃ綺麗だ。佐賀か、佐賀に来たんですよ。すごいね。トス行けるよ。ここから忘れて今でも行けるよ。トス行けるよ。ありがとう。会社の記念花火、もちろん、ずっと。
喋りかけました。何喋りようか、ちょっと集中してみようか。黙ったわけです。その時はそっとしとって。ゆりと行った時はゆりをバンバンやる。大丈夫だ。